戦うんだね。マジか。表示というかエフェクトがかかったね。プラズマ弾のってなったね。ポケモントレーナーだったよね、確か今まで。目黒子か。あとコメントであったんですけど、 N のポケモンって毎回がっつり変わってしまうみたいで、しかもバトルしたあたりで手に入るポケモンで構成されてるみたいなコメントを見て、すごくなんか、ああなるほどなって思って、すごいよね、その辺も徹底してるよね。常に持ってるポケモンが変わってるってことだよね、 N って。どうかな。ドテッコツさんの方が良かったかな。とりあえずメガドレインで吸っていきます。ダルマッカは炎タイプだから二つ丸でいこう。水の波動で、ズルグか。ズルグは悪格闘だったよね。格闘ぶつけます。あ、ごっついな。後ろ姿ごっついな。瓦割りか。目覚ましビンタ、よーし。シンボラ、軽くトラウマになってるけど、シンボラは島までじわじわ削っていくしかないな。多分一発じゃ倒せないと思うので、何発か撃つと思うので、まずは、うわ、追い風か。素早さ2倍になるんだっけ、確かそうですよね。あ、でも、こっちの方が早いわ。よかった、麻痺らせておいて。多分麻痺してなかったら逆転してるよね。耐えてー。超耐えてー。うわ、マジか。マジか。どうしよう。いや、いける。信じろ。信じろ。よーし。結果は一緒だった。だが君は何者だ？君は強いな。だが僕には変えるべき未来がある。そのために。うわ、びっくりした。僕はチャンピオンを超える。誰にも負けることのない唯一無二の存在となり、すべてのトレーナーにポケモンを解放させる。君がポケモンといつまでも一緒。そう望むなら各地のジムバッジを集め、ポケモンリーグに迎え、そこで僕を止めてみせるんだ。それほどの強い気持ちでなければ、僕は止められないよ。あとこれもコメントであったんだけど、 N ね、なんか会話が早いじゃないですか。なんか早口っていう設定があるみたいですね。その辺も細かくてすごいなって思いました。あ、なんかあったよ。プラスパーか、いいですね。記念に買ってくか。え、かわいくね、かわいくね、かわいくね。これサムネにしようかな。なんかいい角度で、もうちょっと上行けたらよかったな。まあいいでしょう。ここか。
シャイニングビューティー。こんにちは。どうすか、驚いたら、もう驚きましたよ。なんかパソコンのマウスみたい。あ、ジェットコースターなんだパソコンのマウスとか言っちゃった。もう決まりですね。恒例ですよね。なるほどね。面白いジムだね。電気タイプか。地面技を覚えているのは今のところ土手骨の穴を掘るぐらいだよね。で、多分レベル的に不安要素も若干あると思うので、ちょっとレベルを上げてから挑戦しようかなと思います。あと、なんだかんだポケモンセンターは入ってなかった気がする。まあ、ライモンシティもね、一応回れるところは回ったと思うので、怪力多分もらってるよね。怪力は確かもらってるはずだ。おお、技マシーン売ってる、やばい。え、ジャイロボール欲しいな。恩返しとジャイロボールと、やばい、お金がなくなる。電磁波が欲しい。とりあえずこの3つだけ買っておきます。あと、モンスターボールとスーパーボールも買っておきました。だいたいモンスターボール20個とスーパーボールが10ぐらいかな。そのくらい買ったかなと思います。あとさ、こっちとかもいけるんじゃない？だよね、いけるいける。その前にちょっと、これ呼びたい、これ呼びたい。なるほど。でもたくさん参加してもいいかもしれないけど、ミュージカルで10パートとか使っても。あ、強制ギプスが、ありがとうございます。いやー、これはね、努力値とか割り振りするときにね、重宝しますからね。キャンピングカーって言ってたね。ワンダーブリッジ、とりあえず行ってみようか。トレーナーがいそうですよ。で、できるだけ均等に上げていきたい感もあるので、とりあえず土手骨とチュリネを軸にしていくことにはなりそうなので、今回この2体を育てていきたいね。こんにちは。あ、よかったね。ちょうどよかった。いやー、やっぱ突進一発浴びちゃったけど、強いね。やっぱアーデリアン突進やばいなー。お、こんにちは、こんにちは。なんか今の音楽良かったね。とりあえず2つ丸と土鉄骨のレベルが1個ずつ上がりました。トレーナーじゃない？どんどん戦っていきますからね。あと16番道路に出るポケモンとかも一応見たいね。モグリュー？あ、かわいい。パッと見ね、地面だと思うので、あー、チュリネでよかったかもな。どうだ？
よし、多分合ってる。え、欲しいな。ください。くださいとか言ってる。あ、怪力使えるところもあるね。怪力覚えさせてないな、まだ誰にも。誰かに覚えさせるべきだろうか。もう見た目からしてドテッコスに覚えさせたいんだけど。でも怪力に一番適してるといえばもうねえ、彼女ですから。ちょっと彼って言いそうになったわ。メスだったわ。ありがとうございます。なるほどね。とりあえず普通に通ってって、まあ通路のトレーナーというか、まずは倒していこうか。後から見ていきますね。オッケーオッケー、ありがとうございます。そういえば自転車乗ってなかったね。こんにちは。点検中ってことはここまでしか行けないんだね。まさにワンダー、さらにブリッジ。こっちから回って入れたりはする。あとここのポケモンも気になる。あ、八重切り。そういえば八重切りとかもなんだかんだ全然使ってないですよね。確かチョロ猫が覚えてたんだよね。だから今の手持ち覚えてるポケモン多分いないと思うので、ちょっと嫌ですねこれは。ちょっと嫌だな。しぶしぶチュリネにしようか。まあ、草結びかな。多分どこかにね、技忘れさせてくれる人とかいると思うんで、まあ、その機会とかに、もう出てきてたら、申し訳ないんですが。なんかだんだんストーリーらしい、なんか手持ちになってきたね。なんかこの、しぶしぶ秘伝技を覚えさせちゃうあたりね。多分な、ストーリーにおける秘伝技って喜んで覚えさせられるのって波乗りとか滝登りとかその辺だけですもんね。あー、道分かれちゃってるんだ。こっちは迷いの森。え、なんかあるよ。大きなキノコ、ありがとうございます。そういえば16番道路でまだポケモン出てないよね。おお、まあ、ハトウボウが出るんだ。あ、レベル上がった。あ、進化だ。来ましたよ。わ、これ期待だな。レベル27で進化か。ってことは、なんかレベル的にはもう進化しなさそうだね。え、かっこよくない？ゼブライカ。え、めちゃくちゃ強そうなんだけど。やった。ありがとうございます。お、クルマユ。多分進化だよね、これは。クルミルの。というわけでゲットです。どうだろうね、こんなものなのかな。とりあえず先に進んでみる。
世界にはいろいろな価値観を持つ人がいるってことさ。自分は楽しくないってことを楽しいって思う人もいる。世界中にいろんな価値観があるから世界は豊かになるって僕は思うんだ。世界中を回っていろんな人と話をするのが僕は大好きだけど、この家にいる女の人は一人で静かに暮らすことを大事に思ってるんだろうね。なるほどな。入っていいのかな。これのことだよね多分。こんにちは。特に調べてみたんだけど何もなかったですね。もしかしたら後々何かあるかもしれないね。わあ、出てくるんだユニラン。わ、捕まえよう捕まえよう捕まえよう。え、マジか、いろんなポケモン出てきますねここ。やばいやばい、持ってないポケモンノンパレードだよここ。いやー、ライモンジムが遠のいてしまう。嘘。え、そんな脆いの？そんな脆いの？それかゼブライカが強いのかな？レパルダスも出るんだねー。ちょっと今見た3体は捕まえようよ。おお、え、めっちゃいろいろ出るじゃないですかここ。オッケーオッケー、とりあえずヤブクロンゲットだね。ヤブクロン？どっちだろう。まあいいか。毒タイプか。ちょっと待って、ユニランたちも捕まえたいんだけど。お、え、待って、今1回しか揺れなかったよね。なんだろうね今の。確定なのかな。なんか音が違った気がしたんだけど、そういうのあるのかな。まあ、とりあえず捕まえました、ありがとうございます。よーし、レパルダスもゲットですよ。あとユニランだけだ。本命だよ本命。まあ、こんなものでいいかな。とりあえずね、ユニランの目覚めるパワーのタイプもまさかの判別がついてしまったという奇跡が起こったので、ゼブライカに撃ってきたんですけど、電気エンジン発動したんで、電気技が効かないんですよね。うちのゼブライカは。なので、電気タイプの目覚めるパワーですね。ということは。いやー、まさか、調べることができるとは。思いませんでしたが、よかったですね。で、多分トレーナーだよね。この方も。ですよね。じゃあ、倒していきまーす。結構あっという間だったね。
あ、しっぺ返しだ。よかったよかった。いやー、こっち来てよかったですよ。待って、こっちもあるでしょ。木炭。炎タイプの技あげるやつだっけ？あ、2体出てくるやつだ。ということで、とりあえず戻ってはきましたが、多分ね、レベルがね、均等ではないと思うので、ちょっとレベル揃えてから、ジム挑もうかなと、思います。まあ、学習装置とか使ってよかったんだけどね、あとムンナに進化の奇跡とか持たせても、よかったね。というわけで、とりあえず、レベル上げをしようかなと思いますので、一旦失礼いたします。